太平の世足を引っ張らぬようにいたしますよ。 山中城と足柄城、この二つの城を同時に攻め落とす。無用な犠牲は避けねばならぬ。できるだけ早く攻略するのだ。 足柄城は対豊臣の最前線である。我々こそ北条の守備の要。この地で敵を足止めし、できる限り敵の戦力をそぎ落とすのだ。 この戦に何より速さが求められている。正面から最短で突破し、一気に攻め落とす。 敵の士気を下げることこそ肝要。結果として戦も早く終わり、殿の御心にかなう。敵の予想を上回る速さで攻めるもらん。敵は混乱し、士気も下げられよう。 敵がもうこんなところまで。 分かっている。お怠りなし。 俺も続きます。幸先デマルが奪われた。まさかこれほど早く落とされるとは。 急ぎ三の車を制圧するのだ。
して歩み行こうぞ。さえ味方になってくれているが、無事勝様まで退けられるとは、もはやこれ以上は。ゾムゾム、なんて見事な。命に代えてもこの城を守ると誓った者。宇治政様、宇治直様、申し訳ありません。わかっている。それで良いと。肝心のあなたはどうお考えなんですか。殿が立たれる時、我もまた動く。その覚悟をしておればよい。それだけのこと。退却じゃ。小田原まで戻って立て直しを図るぞ。そう長引かせずに済んだようだな。みんな、実によくやってくれた。品が入っております。お目が高い。